というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、店先に掲げてあるメニュー表の写真があまりにも美味しそうだったので思わず買ってまいりました。それがこちら、デデーン、からし亭さんの牛ハラミ焼肉弁当です。からし亭さん、以前もこちらの動画で紹介させていただいたことがあるお店なんですけれども、こちら蓋を開けた瞬間にね、牛肉独特のちょっと甘いような牛の脂身の焼けた香ばしい香り、並びにこちらのねキムチの香りね、やや酸味の効いた発酵したような香りなんかがね漂ってきてたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、まずはこちらハラミ肉いただきますよ。この分厚さでいただくっていうのがね、ありがたいじゃございませんか。いや、こちらハラミね、からし亭さんの一番人気というだけあって、ホルモンの中でも適度な脂身と赤身のね、お肉本来の味わいを感じられるという人気の部位なんですけれども、それらのバランスがよくってね、本当に肉食ってんなっていうような、そういった感想になってしまう味わいなんですけれども、甘辛い焼肉ダレとの相性も抜群で、これはもうご飯が進まざるを得ないといって、これは本当に夢。したね、これは夢ですよ。いや、ありがたいですよね、本当に。いや、これだけね、お肉の味が際立ってるんで、塩でいただいてもいいかもしれませんね。はい、そしてこちらね、キムチといただきますよ。おそらくお店で漬けてある本場のキムチなんじゃないかなと思いますよ。こちら酸味と辛さがガツッとくるタイプのハードなドライ系キムチとでも言いましょうか。ピリ辛さがね、甘辛のタレとよく合ってて、いや、こちらも美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。いや、何回も使い古された表現なんですけれども、お肉食べたいなーって思った時に、本当にお肉本来の味を堪能できる味わいといいますか、シンプルだからこそ奥深さを感じさせてくれるよ、そういった味わいのハラミでしたね。そしてそのハラミのお肉によく合うように計算され尽くしたかのような甘辛い焼肉ダレがね、よく合ってて、ご飯に染みた部分もとっても美味しくいただくことができましたね。そしてやや酸味のある辛さが前面に出てくるタイプのね、本場のキムチといった感じのキムチもご飯を進めてくれてましたね。というわけで、皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はからし亭さんの牛ハラミ焼肉弁当をいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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